さて皆さん、はい、ミノクイズ最終になりました。なりました。もうだいぶミノの滝からまた上がってきましたね。そうですね。第3問ここのまだ登ったところにあるんですけど、どうこんな感じ、どんな感じの雰囲気ですか。いやもうなんか森森ですけど、この上に、うん、まあちょっとこうその問題に関するものがあるんですよ、ね、それゴール目指して行ってきましょう。ちょっと今のとこね2問正解してるんで。そうですよ、すごいわ。もう未納人としてもう未納人、ね、認めます。観光大使譲ってもらうんで。そうやで、あれだけ滑りたいビビってなかったね。確かに。というわけで行きましょう。はい、ちょっと足元気をつけてね。よし。いやカメラマンさんも大変ですねこれね。カメラマンさんが一番大変。大変大変、後ろ歩きでいいから。これそっち来ると思わなかったよ、トトロ。しかもインストゥルメンタル。そやろ、散歩、散歩じゃなくて隣のトトロ来ると思わなかったよ。すげえね、いろいろ予想外だ。もうちょっとやん、歌うわ、歌うわ。ハッピーバースデー。こっち来ると思わなかったろ。こっち来ると思わなかったろ。スティービー来ると思わなかった。ワンダーの方来ると思わなかった。ちょっとだいぶここが折れかけてると思うから、スラムダンクの歌でも歌って、励ましていこう。知らない。スラムダンク。じゃあ、多分こんなんやろっていうのでちょっと歌ってみて。ダンク。いやいや、タッチタッチ、そこにタッチ。あなたからタッチ。あなたからタッチの方でさ、あなたからタッチの方で。ちょっと待って、お面白い通り方できそうな。リンボーいけんちゃうな。待てよ。はい、おーすごい、危ないね。はい、はい、あ、すごいわ。頭の達也がすごい。はい、クマ、クマ来た時のあのイメージだけしとこう。わあ、そっち系な。はいはいはい、死んだふり系な。死んだふり系。はいはい、逆行こう、逆、はい、クマ、クマ、あーしんど。うわうわ、クマ来た。うーうんにゃー、大声出すっていう感じ。ダメダメダメ、こんなちょっとウトトロっぽいななんか歌聞こえてきそうな。タンタタタタンタンタン、ここでタンタタタタン、ここでそっちタンタタ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 タ。いやいや、王ちゃん今日一出ました。王貞治。いや、違う違う、何回ボケんのこれどっちやろ。え、出るよ。まあ、多分左やな。この感じなかった。こっから。おお、びっくり。何や何や、なんかこっから来たんで。びっくりじゃん。今ここです。了解了解。ダムどこ、ダムどこ、ダムダムは彼氏ずらしてライブ見てるっていう。ああ、なるほど、ライブ。そう。おるな、腕組んで。そうそう、ちょっといかにも。はい。特別ですね。後方彼氏ずらってます。ちょっと後方彼氏ずらする。後方彼女ずらもいるんですけど。へえ。後方彼女ずらどんな感じ見る？後方彼女ずらの方が腕組んでこう。あ、なるほど。彼氏は？後方彼氏は。なるほど。あんまそのこうイエーイとかならない。ならない。後方アンパンマンね。後方アンパンマン、元気100倍アンパンマン。いや、邪魔なるわ、邪魔なるわ、ライブは。邪魔なる、邪魔なる。ライブ邪魔なるってなりますよね。MC の時にそれ言ったらもう邪魔なる。後方アンパンマン、邪魔なる。前方タラちゃん。前方タラちゃん。ママ、頑張ってくださいです。邪魔なるわ。一番前でそれやられてる。一番前なんで。前にしか声が。中間健康場はドリンク取れました。言うてそう。カウンターの横なんや。言うてそう。後ろにも。じゃあモテ期は中
中高ぐらい、まあ、ちょっと1個だけもテープ取ってもらっていいですか。そんなぐらいやから。でも2週間で12人にこっちそれはだって2週間だって学校ある日なんです限られてるし。いやそうですね、だから他校の子からとか来るから。マジで？そうなんです。14日で12人そう休みなしやん。休みなしです、ね、仕事やってやることある。1日に3人とかマジか。それはどういう広告なんですか。直接聞いて。直接もあるし、うん、時代がそうだな。そうそう、 LINE、メール。あメールでしたね。今のその時の男の子はどんな言い回しするの。直球。直球でしたね。お前が好きなんで付き合ってくれ。遠回しで言われたら気づかへんから。ああなるほど気づかない。夏の香りがしたら君のことを思い出したら。分からん。たっちゃんの、たっちゃんのモテ期は。僕はね、タイじゃないですか。コンスタントにずっとモテてます。うわあの、割と普通にあのそんななんか10人とかじゃなくて。ああ、もう同じぐらいがずっと。ずっとでも そっちの方がすごいじゃん。コンスタントにモテてます。どんなんやなあ、すぎ、なあ、すぎすぎやめてるわ、調子乗んなよ。すぎちゃんね。倒れてくる。すぎちゃん。すぎちゃん。すぎちゃん。ワイルドだろ。オイルドたち。えぐい。もうなんか世界の終わりみたいな。なんか隕石落ちてきた。すごい。逆に見れんね。なんか神秘的やね。うん、すごいな。これ。あるんかな。こんな言ったっけな。もうマジ嫌なってるやろ。おい、こっからやぞ。こっからが本番。楽しいトークで時を経つのを忘れさせる努力をするわ。まあまあ感じます。もう19ストロークぐらいいってるよ。確かに。よし。次のトークテーマ決めましょう。よっしゃ。じゃあ次は。じゃあ、みんな、リナナちゃんのこのプライベートをね、もっと掘り下げてほしいと。はい、攻めろ、立つやつ、たぶん言うてる視聴者さんの声聞こえるから。それ映らなくて、こっちの。はい、でも、リナのだいぶプライベート。さ、3秒以内に全部答えてな。3秒、うん、はい。いきます。リナナのプライベートに迫る。3秒。5秒。はい。寝るだけの格好。スウェットに T シャツ。お風呂に入りました、はい、さあどこから洗う。顔。おー、もう洗顔か。そうです。頭。上から攻めるパターン。はいはいはい、苦手な食べ物。グリーンピース。あー、じゃあチャーハンとか避ける。あ、チャーハン避ける。避けますね。避けんの。絶対避かん。サクッ、サクッ作業みたいなのあるやん。いや、そう。もうなんかもうちょっとでも混ざっとってもすぐ分かるんです。鳥肌出る。じゃあ、ラスト。はい。人生で一番恥ずかしかったこと。エピソード。これ5秒じゃなくて。恥ずかしかったエピソード。やってもかなーって。そのユニットの時に、なんかチューブトップみたいな衣装やったんですけど。はいはいはい。ここで、あの肩の紐がないやつ。ないやつ。はいはいはい。で、踊っとったら、それ全部ずれてて、で気づかんとずっと待ってた。いや、すごいな。プロ根性って集中してってことやな。そう。え、何？ブラ？ブラです。で、もうパッて見たら、うわってなって、で、上げ続けるんですけど、踊れば踊るほどずってくるから。どうしたの？なんか踊りながら、そのメンバーにちっちゃい声で、やばい、衣装ずれるって言ったら、一回履けって言われて、履けて。履けたい。そう、安全ピンで止めて復活。それでもファンの人からしたらその日はもう、ま、でもその日しかもステージとお客さんがめっちゃ近かったんですよ。それ興奮する。これぐらい、もうほんまこれぐらいの距離。ずっとそれでブラのその時のブラってのはでもスポーツブラみたいな感じ。いや、それがもうめちゃめちゃダサい。ベージュのおかんブラ。え、そう、あの衣装から透けへんように。はいはいはい、色ね。そう、おかんブラやった。色気も何もない。